人・物・金をテキサスへ CCIM のルークですアメリカのバイデン大統領と中国の習近平・習近平国家主席は現地時間の明日十一月十五日カリフォルニア州で会談します対面で会うのは一年ぶりでアメリカは途絶する両軍交換による対話の再開を 最優先課題と位置づけています。台湾海峡や南シナ海での軍事的な緊張緩和に。つなげられるのかが焦点となります。アメリカと中国は国内総生産。G. D. P. と国防費が。いずれも世界一二を占めています。まあちなみに日本の。 ドドルででの GDP は今年ドイツにに抜かれて4位になるとということですちなみに私がいるテキサス州は私の新刊ではテキサスが独立国家であれば世界第9位に相当すると言っていましたけれどもその前の本では10位と言っていましたが今回8位に上りました。 どんどんと順位を上げています話がちょっと汚れ添えましたけれどもアメリカと中国のこの二つの超大国がどのような関係を築くかというのは世界の安全保障や貿易のあり方に直結しますバイデン政権は中国を唯一の競争相手と言い続けて軍事や経済面の対等を警戒してきましたこれに対して 中国の習指導部はアメリカやヨーロッパを中心とする国際秩序を作り変えようと試向し軍備増強を加速しています米中対立が決定的となったのが2022年8月当時のペロシアメリカ下院議長の台湾訪問でした。台湾統一を掲げる、 中国は内政干渉と反発し。対抗措置として台湾周辺で軍事演習をしました。これ以降、米中の国防対話は途絶えました。南シナ海や台湾海峡では中国軍機が米軍機に異常接近する。事例というのが相次ぎ。 偶発的な衝突リスクが高まっています国防当局同士のチャネルが機能しなければ大規模な軍事衝突に発展するシナリオも否定できません終始の訪米は六年半ぶりになりますカリフォルニア州サンフランシスコで15日に開幕する アジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議に合わせて開くバイデンとの会談で米中の軍事的緊張を和らげる道筋をつけられるかが優先課題になりますこれまでアメリカの制裁対象である李昌福が中国国防相を務めていたのが 国防対話停滞の一員だと言われています中国が10月に彼を解任したことで対話を再開しやすくなったという見方もありますアメリカが経済安保を理由に進めてきた先端半導体などの対中輸出や 投資規制も議題になります中国は世界経済からの切り離しだと反発し対抗措置としてガリウムなど半導体材料の輸出を許可制に切り替えました国際情勢はアジア太平洋だけではなくイスラエルとイスラム組織ハマスとの衝突についても 意見を交わす模様ですアメリカは同盟国のイスラエルへの軍事支援を強化しハマスを非難しています一方中国はパレスチナ支援の必要性を訴えておりアメリカと距離があります米中首脳会談は国際秩序の行方を左右します 米中関係が改善しなければ、台湾海峡や南シナ海の緊張緩和は見込みづらいです。先端、半導体などで輸出や投資規制の応酬が続けば、サプライチェーンの分断が一段と進みます。北京の外交筋は、2024になれば、米中関係の 改善はより難しくなると見ています一月の台湾総統選の結果次第では中台関係が緊迫し米中対立に、えー、波及しかねませんアメリカは十一月に大統領選挙を控え与野党が対中強硬に傾きやすい局面にあります 以上テキサスのルークでしたチャンネル登録よろしくお願いします